ブルン。赤い方を使う。赤いような料理作るだろう。クリスマスっぽいじゃん。でも白身魚だったからね。ホイルとフライパンがあったらもうすぐできる。食べきれんかった白身魚だったらまずアルミホイル、ちょっとお皿にするけど二重にします。5個半分、5個と入れます。もっとちっちゃくていいかな。トマトソースでもいいけど、家ないけど、ないけど、ね、まずニンニク。まあ、みじん切りね。で、バターでもいいし、オリーブオイルでもいいし、とりあえずひっつかんように。引きます。ペットにポンと、オリーブオイル、オリーブオイルをシャッと適当に引きます。で、ナス、ナスもこんなにいりません。あんまり厚く切ったら火が入らんけど、こんなもん、こんなもん。野菜を引きます。はい、こんな感じ。簡単だよ。で、塩コショウ、下味、下味つきましたと。だから置いときて、ちょっとはみじょうか、ちょっと多いね。まあ、余った何でもいいです。骨が嫌いな人もこれ3枚で
骨がついてても OK、うん、今こんな感じでおろします。こっちは後で俺が食べます。骨が嫌な人はもう骨も取っといてください。スーパーでもうおろされてるやつでもいいし、こう鍋に入れます。もうこれ骨ないよね。でこんな感じで食べやすいように切っとってもいいし、こうちょっと大きめにね、うん、美味しいじゃん、これ。今日の方が落ち身になってるね、やっぱ。ここにも塩コショウ、何でも下味をつけましょう。つける人多いけど軽くして、で乗っける。簡単、これめちゃくちゃ簡単だよ。こんな簡単な料理ある？カップラーメンだよ。カップラーメンの方はい、こんなもんです。でとりあえずちょっと中心に置きます。で、ここから液体ね、何でもいい、トマトソースでもいいし、ケチャップでもいいし、家だったらケチャップの方が多いじゃない、うん、ケチャップでいいんです。最初トマトソース買ってこようと思ったけど、ちょっとなんかバニエじゃない。この適当に上から切ります。うん、適当、こんな感じで。多分野菜から水分出るけどね、何でもいい、チーズです。薄っとろけるチーズでも、これを一緒にかけまーす。はい、こんなもん。もうこれで下準備終わり。めちゃくちゃ簡単。これだけで童貞卒業できます。これができたら童貞です。どうなる？童貞卒業して、第2ランクに行きます。で、これ。ここでちょっとホイルをちょっと狭いけどグッとやる。あんまりまあフライパンの上だけどね、あんまりそんなに焦んでいい。リップもうこんなもんでいい、うん、これで弱火で何分ぐらいかな、まあ、ちょっと火入れてみます。でこれオーブンでやってもいいんですけど、180度で20分ぐらいかな。これにこれね、これで出来上がりよ。こんな感じです。置きます、開けます、熱い熱いこんな感じになってるけ、ここにパセリか、うん、まあ、なんか一応ちょっとディルが、ディルの乾燥があるけ、適当にこう、これでめっちゃいいね。これがあるかないかでだいぶ違います、持てるかどうか。で、仕上げのオリーブオイルを かけたらもうこれほら、持てるやつ、うん、これほら、これ見て、うん、ほらめっちゃ美味しそう。これベーコンとか入れても大丈夫です。あ、水分が欲しいなとか。あ、さあ白ワインちょっと足してください、うん、ちょっとで大さじ 1、2杯、うん、こんな感じでこれ皿に移して、うん、出来上がりました。キャンプでも作れますね。え、お皿に移すときはアルミホイルごと皿にどんどん置けるってこと？そうそう、このまま出してもいいですか、うん、モテるクリスマスメニュー、いい、ありがとうございました。あと料理中の大社の方も見たいですよ。クリスマスメニューです。これは簡単にできますんで作ってみてください。チャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございます。釣りに行きたくなった方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、次の動画はこちらです。